道路状況をお知らせします。走行方向は走行中の方へのお知らせです。工事状況です。走行中のインター間で橋梁補修作業を行っており、車線規制になっています。通道を控えめに注意して走行してください。この規制は15日午後6時頃まで行われます。関越道リニューアル工事のお知らせです。水上インターから内の川口インター間の分離線のうち最大3区間で11月9日まで工事のため終日車線規制を行っております。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。関越ラジオ聞き取りよりお伝えしました。